こんばんは。昨日夜配信しようと思ったけど力尽きて無理でした。そのため今日頭かゆいですそう、昨日は深夜までちょっとある作業をしておりまして、ぜひもうすぐ始まるであろう生誕くじを楽しみにしていてください。土日週末は現地でトーク会みんな案がちでした。生誕くじのものをやもろもろしておりましてですね、新幹線ではね最近なんか寝れへんくなっちゃって、でも昨日も寝れへんくって、夜ね、土曜日も寝れへんかってんけど、昨日も寝れずソファーに移動して寝てた。とマットレスだね。私は硬いマットレスがちょっと体に合わないみたいです。だから柔らかいのを買おうと決心して早数ヶ月数日でもちょっと買うのが、買ってさ、そのマットレスいろいろ処理大変やんか。そう思ったらなんかなかなか買えず、そう基本どこでもね寝れんねんけど、なんか寝れんくなっちゃった。そう昨日も寝れんくて、こうちゃんと布団入って目つぶって寝れんくて、もう無理だと思って起きて、ソファーで寝っ転がりながらダラダラして、そしたら寝れてて、で寝て数時間後にベッド移動して寝た。っていう。今日は30分からちょっとある人とコラボ配信をするので、それまではメールの返信を読もうと思って読んでいる。でもメールの返信を読んじゃうと黙っちゃうんだよね。読み入っちゃう。優しさの塊だ、ほんとみんなは。
読んでる、こうやってポチポチ押してみてます。ちょっとテロップに書いとこう。なんか携帯触ってる人なんてなんかちょっとなんか嫌な風に見えちゃ嫌だから、メールの返信読んでます。読んでます。でもちょっと送ってない人多いなってチカは予想してる。今日お昼に送ろうと思ってんけど今日の夜読むねって。一番最新のやつがね今来てるのだと、今日のついさっきじゃん、ついさっき送ったメールの返信がもう届いてる。優しい。なんか今日のメールで12月とかさ、やっぱり予定がね、まあ、新公演とか新世代のライブとかがもろもろあったりっていうのもあって、まあ、現地でトーク会も昨日で年内ラストで、ちょっと直接会ってなんかイベント系がなかなか減っちゃってしまうから会えへんくて寂しいなって思うし、なんか焦る気持ちもあったりするねんけど、でもあえてしかもこの期間にみんなに言ったのが充電期間にしたいなと思って、12月は特にゆっくり、みんなも1年たくさん頑張ったし、お仕事もそうだし、お仕事もそうだし、なので12月はゆっくりしてほしいなと思って、みんなで自分たちをいたわる月にしてほしいなと思うので、直接会えるのは減っちゃうねんけど、まあ、その分ね、あの SNS の発信はしかも頑張るし、こうやって配信だったりさ、久しぶりに大富豪とかもみんなでできたらなと思うので、なんか考える時期、でも考えるのも大事だけど、こうちょっとゆっくりする時期にお互いねしたいなと思うので、みんなでもっとね、年年明けはいいスタートダッシュ、改めて来年切るためにもいたわってほしいなと思いますね。えもぐもぐ配信したいよ、したいんだよ。でもしたらなんかみんな突っ込みそうだなと思うから、いつもね食べてから配信するで今年多分もぐもぐしてる印象がいっぱいあったと思うから、だから生誕 T シャツも実はねもぐもぐって書いてたりするんだけどそしたらさ、ファンの人がね今日メールの返信で、しかもゆっくり過ごせますようにって、 SNS 頑張らなきゃって、気張りすぎないようにねって、優しい。でもやっぱ自分にできるのは会えない期間は SNS だと思うので、まあ、無理はせずに送るので、やるし頑張るので、だからみんなもまずはメールの返信も送ってくださいセータン祭はおそらく、まあ、12月にはならないと思いますこれ以上は何とも言えないんですが、コメダのグラタン美味しいよね。グラタン美味しいけど、チカはビーフシチューが好きなんだ。メールの返信を見ながら。うん。トーク会でくだらない話に付き合ってくれてありがとうって、全然だよね。めっちゃ話すねんけど、全然むしろくだらへん話してる時がさ一
一番爆笑してるし楽しいんだよね。それが握手会トーク会の醍醐味だと思うし、でも真面目な話もするし、でも7割ぐらいいつもくだらん話ばっかりしてるけど楽しいよね、キャラキャラ笑って早くね、またみんなといっぱい会えるイベント来てほしい。まあ、トーク会次年明けになっちゃうから遠く帰り並んでるファンの方々の服でどこから見ても目立ってたねって、それがそれが狙いなんだ。どこにいてもみんな見つけるようにね。めちゃくちゃ目立ってたあの色味だから、生誕祭はあの生誕 T シャツで埋まってほしいもうね受注やからさ買えへんねんけど、まだ劇場では買えるみたいなので、生誕祭当たってあ生誕 T 持ってないって人がいたらぜひ来て入ってほしい。まだ日程決まってへんけど。お、では11月の目標がちょくちょく届いていたので読みたいと思います。この人から11月の目標は、実施日が決まっていないですが、ちかちゃんの生誕祭に当たる、これ一択になります。愛を君に愛を僕に公演が始まって約半年、落選や都合で応募できない期間を乗り越えて今日に至ります。初公演参戦でちかちゃんの生誕祭の夢が叶うように、さらに徳を積んでいきます。当たりますように、当たりますように、当たりますように。嬉しい、当たりますように。もう生誕祭が言えへん、最近なんか致命傷のなんか路列が回らんくてさ、生誕祭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 、うん、頑張ります、頑張ります。そうでさ、そここだけの話ね、生誕祭ってさ一時期しか言えんかった時、あん時に多分生体に通い始めて、生体って普段言うようになったら、生体さん生体さんあーもうみたいななったんだよねっていう思い出がございます。だから噛んでても許してね続いて、ちかちゃんの生誕祭にやることを、さすがですね。続いて、年1年に一度のお祝いに向けて生誕祭を当てること、そしてちかちゃんを世界で一番幸せな女の子にさせてあげること、あとは新作ブラックとパンサーを見てトーク会で一方的に熱く語ることかなやっぱ生誕祭ですね。ブラックパンサーも見れましたし、私はもう幸せです。絶対マーベルは公開日に今のところ見に行けてる。ドクターストレンジと、あ
ソーも見に行ったし、ちょっとこれね好きじゃない人からしたら何の話やねんって感じやけど、続いて11月の目標は仕事に関わる試験に合格することなので、ただいま絶賛勉強中です。仕事に限らず趣味とかもいろいろ調べたり勉強することで楽しみの幅も広がるし、勉強の大切さを年を重ねることに強く感じています。すごい、この前ファンのやつ応援したよ、試験って言って頑張ってね。なんか何年経ってもさ頑張り続ける姿ってマジでかっけえ。頑張るファイト、面白いよねやっぱ知識が豊富っていい、ちか知識豊富な人魅力的だなって思う。やっぱりそのためにいろんな勉強とか本とか読んだりもそうだし、経験もそうだししてると思うから素敵です、ファイトです。続いて、おちかちゃんの生誕に入る、来年の予算を決める。お予算ちょっとわかんないですけど、生誕祭当てて、あちかの生誕祭申し込み、劇場で観覧すること、嬉しい。続いて、元気に生き延びる、リバウンドを最小限に抑える、そしてちかの生誕祭に入る、昨年は落選からのトレード復活だったから今年こそ、当日劇場にいなかったら笑ってやってくださいね。いやみんな本当にマジで当たりますように、当たりますように。もうこればっかりはちょっと何もちかは手は下せないのでできないから、本当に一人でも多くのみんなが大好きなみんなが当たりますように。11月の木曜、開催されるなら大好きなちかちゃんの生誕祭やってること、開催されます。お、オーストリアの出張が延期になったから、ちかちゃんの生誕祭が当たるように、いい人間で過ごす、そして風邪をひかない、ちかちゃんが好きになるようないい男になる。かっこいいな、なんかワンピルフィみたい待ってるぜ。お、10月の目標は達成できたと思う、いっぱい笑って楽しく過ごした。11月の目標、忙しいを言い訳にしない、今月もいっぱい笑って楽しく過ごす、痩せないちかに大好きをいっぱい伝える、ちかのお誕生日お祝いするは目標じゃなくて決定事項なので、今月も楽しもうね、嬉しい。やっぱ楽しいが一番だべだべだべ。ほらこんぐらいだもん、やっぱりみんなぜひ返信メールは送ってねって言った瞬間にぜひ送ってください、読むので。分かんない、弾き飛ばされてるのがあったら申し訳ないけど、ぜひぜひ読んでください。でも返信企画に限らず何でもメールに送ってください、呼んでるので。ちかはいつも恥ずかしいから、あのメールだけで送ってる目標あ、そう、懸命ね、そう指定してるので忘れてました、ごめんなさい。素直に謝ったから、や許さんけど許す、許すけど許さんです優しい。じゃあ次何にしよっかな、うん、何にしよう。
何がいいと思う？あね、アルバイト聞きたいけど、ちょっとアルバイトまだ含めてる。あ、22歳のチカとの思い出。いいじゃん、それ。それにしようかな。22歳のチカとの思い出をじゃあ年始に送っていただこうかしら。長文、全然長文じゃなくていいからね。なんか例えばこれとこれ、なんかチカとの思い出か、なんか22歳の印象残ってるチカでもいいか。長くなっちゃうか。確かにちゃんと書いたら弾かれそう。じゃあ確かにそのリスクがありますね。なんだろうな、なんか長くなりすぎひんやつがいいな。じゃあ22歳の印象に残ってる松本千佳子ちゃんにしようかな。印象に残ってる千佳の1年。じゃあちょっとそれ明日送るので水曜日ぐらいにもかな、2日後ぐらいだから。みんなの宿題は明日のお昼休みまたは夜寝る前に印象残ってる地下を1年思い出して、例えばだよ、例えばよく公園で噛んでたとか、まあ、新公演とかもそうだし舞台とかさ、いろいろあると思うので、なんか一つお願いします。件名はチカのおもひでにしようとか言いながら違うのが届くと思います。お、もうそろそろコラボ配信ができそうな予感がします。おもひでポロポロ、誰とでしょうか。コラボウィーク期間にしよう。ちょっと一人の目標、今週ちょっとタイミングが合えばメンバーとコラボするのをちょっとやってみよう。一人でなんかさ、近自分から誘うのがさ、ちょっとなんか誘うの大好きやねんけど、自分からばっかり誘いすぎるとさ、なんで近ばっかり誘う、誘ってよっていうなんか謎の感情が生まれてくるのよ。嫉妬なのかな、嫉妬じゃなくてなんだろうね、誘ってほしいっていうのが出てくるからさ、自分から誘うのさ、ちょっと誘いすぎるの嫌やねんな。わかる？これあります、これ。まあ遊ぶとかね、まあ配信にこだわらず遊ぶとご飯とかもさ、誘ってよってなっちゃうんだよね。あ、分かる人いる。飲み会とかもそう、そうなの、そうなんだよね。
ちょっとまだもうちょっとかかりそうかなっていう、なんて言うんだこれ、なんて言うんだろうねこれ、この心の感情を言葉で表すなら、あ、メール届いた？恥ずかしい、そのメールは今日さっき6通目かな、6通目のメールは本人には絶対直接言えへんねんけどね、その人にはありがとうとかさ、直接あんまりめったにね言えねんけど、そんな多くはね言えない人なんですけど、まあそういうとこではね言っちゃうんですよ。ではちょっとコラボ配信に切り替えたいと思うので、みんな後ほど数分後会おうね。